篠原新平は、愛媛県四国中央市出身の野球選手。宇藤左だ。小学2年で軟式野球をはじめ、中学時代は川野江ボーイズに所属。愛媛県立川野江高等学校では、1年夏に県大会4強、1年秋に四国大会8強、2年夏に県大会4強を経験するが、同校野球部の不祥事に巻き込まれ、同校を中退した。 しかし、野球への思いを断ち切れず、独立リーグ、四国、九州アイランドリーグの愛媛マンダリンパイレーツに2008年、入団。愛媛マンダリンパイレーツ入団後は、1年目から公式戦に出場する。今治聖火高等学校通信生、家庭松山校に通いながら19試合64.1回を、こなし、4勝3敗、防御率3.36の成績を残した。 二年目は体幹の弱さ、スタミナに課題を残し、2勝6敗、防御率6.31に低迷。三年目の2010年は NPB に軍との交流戦2試合に先発起用され、2月27日の阪神タイガースに軍戦で3回にアンダム失点の高騰。4月24日の福岡ソフトバンクホークスに軍戦では初回に失点するも2.3回を。 無失点に抑え逆転勝利に貢献した。公式戦では5月までに3勝を挙げたが、6月以降の当番は固い和歌により試合1イニングに終わった。5月3日の徳島インディゴソックス戦では最速146キロをマークし、NPB スカウトの前で完封勝利を収めている。痛めた方は関節唇断裂と診断され、2010年オフに手術に踏み切る。 しかし回復までは長引き、その後2年間は公式戦には登板できなかった。2012年は開幕日に自由契約選手の工事を受け、そのシーズンは練習生として過ごす。5月29日の阪神に軍との交流戦に1インニング登板したが、シーズン終了後に愛媛を退団した。香川時代現役続行をかけ、2012年オフにトライアウトを受験。 時速 140km を出し、香川オリーブガイナーズに練習生として入団。2012年2月1日付で香川オリーブガイナーズに支配下登録された。2013年シーズンは3勝6敗、78.2回、防御率4.12の実績を残した。シーズン終了後の12月に、期間満了で選手契約を解除され、再び練習生となった。 2013年シーズン、2014年4月10日に再度選手登録された。2014年のシーズンは、チームの投手事情から主に抑えとして起用される。この配置転換には肩をかばわずに投げさせるという意図も含まれていたが、結果的に功を奏して休速が回復し、最高153キロを記録するまでになった。このシーズンは6勝5敗中セーブ。 防御率3.03の成績であった。2014年の NPB 育成ドラフト会議で、読売ジャイアンツから一巡目で指名。育成選手として入団した。入団当初の背番号は001。2016年には、イースタンリーグ公式戦16試合に、登板、2勝0敗1セーブ、防御率1.71。周期キャンプ後に、台湾のアジアウィンターリーグに参加。 13イニングを投げ、リーグトップの20奪三振。2017年には、イースタンリーグ公式戦で開幕から9試合の、当番で無失点を続け、4月17日に支配下、登録選手工事、背番号が92に変更された。同月18日に出場選手登録され、翌19日の対東京ヤクルトスワローズ戦3回表から、9円当番で公式、 2018年6月10日、居酒屋で裸になった篠原を、チームメイトの河野元気が撮影し、河野のインスタグラムアカウントに投稿したことで、篠原と河野は、球団から、謹慎処分を受けた。選手としての身分は共に、2018年7月7日から11月30日まで、間に置いて、期限を定めない出場停止選手となり、同年8月10日付での、復帰まで、 出場停止選手の状態が続いた。処分解除後は3軍で実戦復帰し、9月には2軍でも登板した。しかし10月26日、河野と共に球団から戦力外通告を受けた。11月13日の12球団合同トライアウトに参加、西球一奪三振で、球速は最大で時速1 5 1トルを記録した。12月2日、 自由契約公示された。2019年より、社会人野球チームのシンクフィットネスゴールド、S ジムベースボールクラブに所属している。2020年には、選手として所属したまま、ビーナスリーグ4部参加のゴールドジム女子、公式野球部の監督にも就任した。最速時速 155km の直球とスライダー、フォーク、カーブを投げる。大柄な体格ながら牽制。 フィールディングにも定評がある。憧れの投手は斎藤和美。以下の数値はリーグ公式ウェブサイトによる。ありがとうございます。